画は一撃2000枚出したらクリア。液晶画面で引き継いでれば OK なので引き戻しも可です。入店ありがとう。おはようございます。やっぱね、感謝は大事ですからね。いつ、いかなる時も感謝というものは大事でございます。おはようございます、立花里乃です。わー、台数多い。内角とか行けます？いやでもな、1133番台を取ります。スロット魔法少女マドカマイカ2です。交わした約束忘れないよ、私は何度でも繰り返す。そう、2度目のチャレンジです。まさかまさかのリベンジマッチでございます。スロット魔法少女マドカマイカ2、はい、おそらくワンパン2戦で5号機を打つのがこの回が最後になると思います。どうかな、うまくいけばもう一機種打てるかもしれないんですけど、もしかしたら最後になるので、ちょっとふさわしい内容にしていきたいですね。ただ達成したいってだけじゃダメなのよ。違うのよ、いい達成の仕方、あ、いいこと言うじゃない。自分を信じると書いて自信。神回の予感。赤7、こそれでも私は赤を狙う。何が揃うんでしょうか。移植会23ゲーム投資が1000円です。赤7、狙い続けてたのに揃えられなかったのに赤7、でもこれ6ですね。はい、スイカから赤7揃いました。投資1000円、すごい奇跡が起こってる。やりましたよ、素晴らしい展開だ。ありがたや、いいのばっかり出る。演出まで素晴らしいですよ。どうなっちゃうの今日。無駄にはしない。次回委員長の魔女、みんなの投資を無駄にはしない。はい、今日ツリーから後ろ、あら、まどかちゃんいます。私に任せて、しかもここ取る、素晴らしいですよ。落ち着いて、そう、落ち着いて、ここは取らなくていい。そう、頼もう。頼もうとか言ってる場合じゃなかったの。65ゲームでした。よしよし、やっと引けた。今日ついていこう、お願い。あら、やりましたね、ウィン。バナナ以外、今日ついていから移植です。やり、400、あ、500枚ぴったり。願い事を決めるんだ、早く。願い事、投げ
ラストです。はい、155ゲーム532枚で終了です。1回目のラッシュはこれぐらいでいいってことにしましょう。いいですよね、高設定ってことで来ますよ。ちょっと待って、もっと上だ。すごい直撃しました。どうしたらいい。ラッシュ2回目。クエストかな。クエスト降り中にやっと行けた。チャンス目はどうなる。ボーナスはもらえず。どうかな。ありました。どっちからですかね。もともとの煽りがあったので。あー、この並びは絶対欲しいところ。いい具合にベル行けてないんで。ねえ、取っといて、取っといて。惜しかったけどホームランなら許す。大チャンスよ。ここ3つあるからね。よしよしよし。ふう、1つ挟んでマミさん。さっきより乗ってますね。まだまだいけるよ。はい、残念でした。70ゲーム。ヒーロー、フィナーレ。またまたクエストのお時間でございます。ずーとしろ。うわー、絶対ここ超えたい。マミマミしてます。マミマミマミ、すごいですね。今じゃない。マミマミマミマドカ。ちょっとどうにかなりませんかね。お願いします。加山さん、ちょっと どいてください。どいて。あー、ねえ、もうこんなチャンスを15ゲームで終わらせる、信じられないよ。3回目のクエスト。お、白すごい綺麗ですよ。これこれでオールティン。だいぶ長くやってるんですけど全然乗ってない。わお、ただ花火柄じゃないんだ。ボーナスはもらえないのかな。もらえました。上手ですね。今日は今日ゼリーから紫奈々です。熱い熱い。もうちょっと乗せよ。せっかくここまで来たのに。頑張れ頑張れ。 VS バスがすぐそこにあるから、お願いどいて、お願い。ねえ、あとちょっとじゃん。デカめのってことはそうですよね。初チャンスメビー。
ンス B からバナナです。噛み合ってます、非常にいいです。いやー、こんなにストレスない。スロット魔法少女マドカマイカ2は前回のワンパンぶりです。前回この機種打った時から、まあ、数回しか打ってないですけど、今のところ何にも悪いところがない、まあ、噛み合ってるし、レア役引けてない割にいろいろ起きてるし、で何よりクエストが今日ちょっとね上手なので、いけそうな気はしてます。ここも伸ばします。3桁ね。準備中のチャンス目からですかね。全部白。でもいい、全員じゃないんだな。ちょっと後にして、この後赤あるから。何3回よし、はい、やれてる方、これで約200ゲーム残ってます。で現在500枚、ちょっと1000枚目指しましょう。ちょっと今日は楽しむことだけを考えよう。楽しめそうなんで、この台ならよしよし。14ゲームでしたよ、残り。危ない、このクエスト頑張ります。さあ残り10ゲームですよ。すべてはここのクエストにかかってます。828枚ですか今。最低でも50ゲーム、いや3桁。白、いいよ、タイマー早いな。よしよし、今日はホムラの日でもありますね。はい、だからワルプルギスの夜が待ってるってことだ。あー早い、なんで1ゲーム手前しかも今日すに。よし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 、あと5ゲーム欲しいんだ。頼む、回避してお願い。惜しかったですね。95ゲーム復活しました。残り105ゲーム、いけるよ。400ゲームも消化してます。その間にやろ、400ゲーム消化してて1000枚出てない。難しすぎ。あの特別会の聖夜会2日連続っていうのをやった後なので、今日の実戦が一撃2000枚達成難易度の話もすっかり抜けてたんですけど、まあ、星4って言ってもらえたんで良かったです。これ2位とか言われたらはーってなるんで、喧嘩ですよ。どう見ても4、いや5ある。無事に1000枚を超えてくれました。この世話なしですか。ある、10ゲームで何ができる。ラスト
470ゲーム1045枚で終了です。半パン2000、ワンパン1000で終了ですね。いや頑張ったんだけどな、ちょっとボーナスが足りてなかったのと、いやワルプルギスの夜入らなかったっていうのとね、クエストはよくやられてたんで、また次頑張ります。次あるかしら。青にも行かず逆に熱い。あ、焼く、いけ、ボーナス、はい、あるよ、すごいうまいんですけど、ボーナスではなくなんでしょうけどね。いやでもわからない、まだボーナスもあるかもしれない。どうだ、36ゲームの出来事でした。うまい、すごいな、引き継いでるんじゃないですか、枚数ね。やっと引けました、チャンス名からの移植。はい、39ゲームはい、ピーヤー、あ、そう、ごめんなさい、嬉しすぎて寝押しがひどいですね。はい、やりました。こいつだけ弱いです。前回の ART 分も引き継いでおります。1150枚、そして、ラッシュが初期ゲーム数50の7ゾロ1回ありましたので、クエストもついてくる。大チャンスです。伸ばそう伸ばそう、久しぶりに見たな、まどかちゃん。ボーナス中の7ぞろいからクエストです。かたくなに白しか出さない。さやか1個取れれば大チャンス。いや2個必要か。なんでここまでです。45ゲームでした。いつになったら青になる。青でいいんだよ、十分よ、青で。よし、いいの取りましたね、さやかさん。はい、はい、25ゲームを引いとこうって言ったのに、25ゲームもうこれ逃したら厳しくないですか。1匹2000も、外れなので単独です。紫7ですかね、フルコースで。もうあなたは高設定ということですか。違う、単独の移植、またレアな、助かりました。いけるよ、やるんだ。7ぞろいなしです。1599枚、410枚このボイスだけは何も出ない。あと401枚なんですけど、残りのゲーム数が20ゲームなんです。マギカラッシュ、あ、ラスト、625ゲーム、
1620枚で終了です。あと380枚、ボーナス2回とちょっとのクエストがあればこれで予約引くしかないんじゃないか。引けない。残念。あとはこのあとチャンスゾーンがあればまだ2000枚目指せますけどね。なんで気のせい、くそ間に合いませんかそれ。大丈夫よね、枚数ちょっと見ないでわからない。ちゃんと揃えます。やったよ。あわよくばもう一回揃っていただいてもいいですか。ギリギリのところでつないでます。1735枚、265枚で満杯2000達成です。契約してくれる気になったらいつでも声をかけて。もう契約してください今すぐ。マギトラッシュ7揃いは1回。左、右、あー駆け抜けました。675元、1771枚で終了です。私は何度でも繰り返す。この辺りだと思う。やめてお願い。この辺りが臭いな。油断する。あ、昨日最悪だ。くそー。いやだからやれるもんならって言いますけど、やれるだけのことやったんですよ私もね。だいぶ長かったですけど、ここまで。え？これは魔女の結界。なんですね、結界。63ゲーム。それでも決めるんだ。置いて。ペア。あ、スイカか。チャンスビーはないのね。あるぞ。枚数は78ゲームです。チャンスゾーンから。また1からのスタートです。悲しいよ、一桁になってる。駆け抜けました。50ゲーム64枚で終了です。何なんでしょうね今日。すごいな今日。5ゲームで終わらないだけすごいですよね。
あのデータカウンターでは一撃扱いになってるんですけど、どうですか。あと1回ボーナス引ければ達成できるんですか。私の引きはまだ続いてました。こんなにシンプルで熱い演出を1日に2回も見れないですよ。ぐるんぐるん、スイカで激アツ、本当の激アツです。これ上乗せはないのか。上乗せなしでボーナスですね。2回目のスイカからいただけますと、もう完全に高設定だ。中ゲーム、もう完璧よ今日の引き。はい、45ゲームでした。そしてなんとここで待望のでで石垣2000枚達成でございます。やりましたよ、やったですよ、イエーイ。ダメですか。ここまでですか。ラスト180ゲーム442枚で終了です。一撃2119枚。ね、もうねで済ませてください。リベンジ果たしたでいいんじゃないですか。これということで結果言っていきます。投資がたったの1000円、46枚で、回収が2248枚で3枚プラスの2202枚で終了です。やったぜよ。そしてなんと一撃2000枚達成しました。イエーイイエーイ、達成したよ。あれは達成に入らないんですって。ラストチャンスで打ってるのに、まあそうだね、データランプが言うならそうだね、いいでしょうって言ってくれたってよくないですか。何をそんなシビアにやってるんでしょうね、うちのパンパン2000スタッフは。あのちゃんとした一撃の、リザルト終了画面の枚数で言ったら1771枚です、はい、あれも奇跡の連続でしたよね。ギリギリのところでつないで残り10ゲームで単独引いたりとか、なんかよくわかんない、スイカーからもう2回も出ましたし、最終的にちょっと自分の引きが良かったのか良くなかったのかもよくわかんないんですけど、一撃2000枚達成難易度が星4つと言われてたんですが、これもう変わらず4のまま行かせてください。いや嘘です、5にしてください。5です。ででん、のじゃあワルプルギスの夜に入れてたらとか、そのタラレバ言ったら、ね、キリないんですけど、ワルプルギスの夜やってる方いらっしゃいました。で一撃で520ゲームぐらい、ね、載せてたんですけど、その方も1500枚止まりだったので、全部を絡ませないと無理なんです。ボーナス、特化ゾーン、それに次ぐ特化ゾーンみたいな、まあ、3つ4つ重ねないと無理なので、やっぱりそれだけ厳しい機種だなと思いました。ただ、私が打っていた台がどうやら挙動良かったので、多分4ぐらいだと思うんですけど、6ではなさそうなので、ボイス的に高設定だったら粘れたんだなって今更気づきましたね、はい、ずっと低設定打ってたんで、もっと厳しい機種なんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、最後の最後楽しめたので良かったです。はい、ということで今回で、ワンパン2000聖夜会特別会も含めたら13連続で未達成となりました。
が、次回からですね6号機の一撃2000枚だからイコール感想会がスタートしますので、ぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。ということで本日はここまで、最後まで見ていただきありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら、バイ。